岩田愛之助は、日本の右翼活動家。兵庫県姫路市出身。右翼団体、愛国者の創設者。陸軍幼年学校を中退後、神戸の官業技術で中国語を学ぶ。1910年中国に渡り、大陸浪人として、武漢革命に参加するが、後に、川島奈は、佐々木安五郎と知り合い、新朝副壁運動に転じた。 1913年に帰国し、遠山光、内田良平、田中博之らに接近し、大使外交問題を論じる。同年9月に起こった外務省政務局長、安倍守太郎暗殺事件で殺人教唆の罪に問われ、無期懲役の判決を受ける。1925年恩赦を受け釈放、再び中国に渡り1927年に帰国した。 1928年、松木義勝らと共に、反共、積極的大陸政策を唱えた右翼団体、愛国者を結成する。1930年11月に、団員の佐合屋止めをによる浜口首相襲撃事件が起こるが、佐合屋は愛国者の関与を否定した。後に、佐合屋は岩田の娘婿となる。その後1931年に、 神奈川県に愛国者生田村塾を開いて、指定の教育に当たったほか、愛国学生連盟、愛国青年連盟、愛国放送連盟、愛国労働連盟などを結成し、満州事変を支持した。1937年には、イダイワクス、イリエシュノリラと、国際反共連盟、クズウヨシサラと、大使同士会を結成して、防止王朝を叫び、さらに上海に、 岩田交換を設けて大使工作に当たった。戦後公職追放となり、1950年に死去。ありがとうございます。